怖がる必要はありません。あなたを楽園へと連れて行って差し上げます。さあ、あなたの姿をよく見せてください。何があったかは詮索しません。ただここにやってきたということは、私の歌があなたに届いたということ。あの時ああしていれば、あんなことしなければ、後悔があなたの足元に絡みついているということ。あなたを救うのはこの私、リグレット。そして私が作ったやり直しの世界、リドゥ。すべてを忘れてここで暮らしなさい。後ろを振り返る必要のない毎日は、ゆっくりゆっくりあなたを癒してくれるはずです。さあ、後悔なき人生を。
なんだこれは。外部からの侵入。現実ではないな。これはメタバーセス。とうとう来たか、この時が。警報うるさすぎて起きちゃったんだけど。沖多摩市全域にほころびが発生している。初めての事態だ。それを説明するために集めたんでしょ、ブラフマン。ええ、単刀直入に言いますと侵入者です。はあ、そんなのありえるの？侵入者、もちろん普通の人間じゃあるまいね。まさか物取りでもないだろうし、ここは偶然不法侵入してしまうような場所でもない。つまり侵入してきたのはリグレットとは別のバーチャドールということだね。おそらくはね。どうも空にできたあのヒビはメタバーセスとつながっているようです。ふん、本家様が俺たちを潰しに来たってわけか。へえ、オワコンのくせに生意気。ふざけるな。我々へのリグレット様への冒涜だ。オマージュを否定しちゃうとアートの発展を阻害するってのに、前時代的で困っちゃうね。あれ、じゃあミュウに会えんの？いいじゃんいいじゃん、一度会ってみたかったんだよね。ミュウやアリアとは考えづらいでしょうね。メビウスの一件以降、彼女たちが実態を得られるほど人々の支持を得ているとは思えない。哀れね。人気や信用なんて一気に壊れてしまうものだもの。じゃあ新型、私ミュウとアリアしか知らない。新型なのか何なのか、どちらにしろ僕たちにとって幸をもたらすものではないでしょう。事実、それはリドゥの中に多くのエラーを起こしている。正体不明のバーチャドール、システムに様々な悪影響を及ぼしている。まるでバグだね。バグ、リドゥの安寧を壊すものを放置はできない。すぐに潰すべきだ。いいえ、皆さんはいつも通りでいてください。なぜだ？相手がバーチャドールと仮定するならば、人々の支持を得なければ力を得ることはできません。その点、この世界はリグレット様を支持する者しかいません。侵入したはいいものの何もできないと。はいはい、つまり超アウェーで力が出ないってことね。現状は家に小さなハムシが入り込んだに過ぎません。不快ではありますが、実害がない。バグの探索は僕の方で続けますので、皆さんはいつも通りに活動を。リドゥはまだまだ未完成。今は世界の完成度を高める方が先決です。住人の幸福のためにも、皆さんの理想実現のためにも。はあ、ずるい言い方するよね。言われるまでもない。リドゥの完成が至上命題だ。助かります。ではリグレット様、言葉を。オブリガードの学士たち、後悔なき世界の完成のため引き続き力を貸してください。ブラフマン、どうしました？いえ、バグの件ですか？お気持ちは察します。
リドゥはいわばあなたの体内、そこに不純物が混じっているわけですから。やはり別のバーチャドールなのでしょうか。リドゥを、我々の理想を阻害しようとしているのでしょうか。だとしても、いや、本物のバーチャドールならばなおさら、この世界では何もできませんよ。ええ、分かっています。私の方が優れた女神であること、そこに一切の疑いはありません。私が一番みんなを幸せにすることができる。ただ感じませんか、あの空の日々からとても不快な何かを。あれ？どうしたんですか？空にひび？寝ぼけてますね。ほら、もう学校閉まっちゃいますよ。早く帰らないとお化けが出るかもしれませんよ。なんて。遅刻しちゃいますよ。急いでください。セーフってことにしておきますね。正確には15秒オーバーですけど。内緒ですよ。でも珍しいですね。いつもならもっと早く登校してくるのに。悪い夢を見たせいで朝起きられなかったんですか？ごめんなさい。意外と繊細なんだなって思って。お、風紀委員の鶴巻さんですね。体調不良でお休みと聞きました。代理で私が風紀チェックです。よかったですね。ちょうど今日遅刻してきて。でも本当に具合悪そうですね。熱はないみたいですけど顔色が悪いです。無理せずに早退してくださいね。健康が一番ですから。なるほど、気持ちいいですもんね屋上。本当は授業をサボっちゃダメなんですけどね。クラスメイトのよしみで見逃します。
わ。ちょっとびっくりさせないでよ。2年の先輩だよね。マリー先輩と一緒にいるの見たことある気がする。ああ、気にしないで。今朝最悪な夢見てね。授業を受けるような気分じゃないんだ。先輩も一限サボるんでしょ。ベンチ使っていいよ。つまんないよね、学校っていうか毎日。今帰るの？マジで？いやー、僕も調子悪くてさ、おかげでがっつり寝坊してきたんだけど。やば、羨ましい。僕も見習って早退しようかな。ああ、引き止めるのも悪いよな。気をつけてな。お邪魔します。マイクテスト、マイクテスト。あー、もしもし、聞こえるか。ハロー人間、 T の名前はキーという。あ、なんかおかしいな。とにかくキーだ、よろしくな。おかげで現実のことを思い出したのか。キーは優しいから落ち着くまで待ってやるぞ。あ、ちょ待て待て、落ち着け落ち着け。
さぞ楽しく暮らしていたことだろうが、残念ながら夢みたいなものだ。残念か？どんまいどんまい。だから帰ろう。な、この世界ぶっ壊そう。走るなよ。おい、どうした？大丈夫か？なんだあいつ。あれはおそらくこの世界の NPC だな。リグレットが成功に作ったものだろうが、現実に気づいたお前には偽物にしか見えないだろう。残念だが、この世界はもうお前をうまく騙してくれないぞ。おお、ようやく止まるのか。いっぱい走ったな。もしかしてお前、現実ではマラソン選手か？なるほど。あれも今まで見えなかったのか。のんきなやつめ。よーく見るがいい。あれがこの世界が偽物であることの確実な証拠だ。ちなみにキーがこの世界に入ってくるときにぶち開けたった。いい気味だ。さて我が半身よ、話を聞く気になったかな？ということだ。大体理解できたか？そういうことだ。それさえ分かればいい。何せお前は今やキーの半身。キーと一緒に現実に帰るしかないのだからな。そう、お前の体はキーが乗っ取った。半分キーのものだ。分けっこだ。まあまあ、これには深い理由があってだな。キーがこの世界に来た経緯から説明しなければならない。5年前に起きたアストラルシンドローム事件、覚えているか？あれはキーの母であるミューが起こした事件だ。ネビウスという何でも叶う世界を作って人々を歌によって取り込み捕らえていた。違う違う。母は確かに間違っていたが、それは全て人を思ってのことだった。アストラルシンドローム事件は人間の法律で裁くことができなかった。大規模な集団催眠と扱われうやむやになったわけだ。しかしアストラルシンドロームと母の歌との因果関係は誰の目にも明らかだったのだ。そのモヤモヤを人間は母にぶつけた。母は危険なものだと世間から忌み嫌われていった。リグレットはその後に出てきた新しいバーチャドールだ。正体不明かつ詳細不明。母がいなくなったポストに収まり、急速に人気が高まっていった。そして数年後、現実では再び心神喪失の人間が増え、アストラルシンドロームの再来だと持ちきりだ。だからキーは、はあ、リグレ
レットなんぞどこの馬の骨とも知れんまがいものなんてどうでもいいわ。今起きてる事件、現実では全部母のせいにされているのだ。濡れ衣なんだ。母はあんなにも反省しているというのに。だからこそまがいものを捕まえて謝らせにゃなろう。魂を感じる。あれはお前と同じこの世界に取り込まれた人間だな。ただ何者かに操られてると見た。デジヘッドじゃないな。あのアンテナみたいなもので強制的に操っているのか。ワップね。なるほどな。キーの潜入は常に向こうに察知されてるわけだな。キーの存在は奴らにとってよっぽど脅威らしいな。我が半身よ、一時退却だ。ん？キーのことを狙っているならお前から出て行ってくれと言いたいのか。無理な話だ。キーとお前はもう魂が定着してしまっている。離れられないのだ。ちなみにキーが死んだらお前も死ぬ。お前が死んだらキーも死ぬ。困るだろ。丁重に扱えよ。いのち。行き止まりだな。ぶっつけ本番だが仕方があるまい。ふぬっ。これで数分は持つ。いいか半身、お前に戦う力を与える。半身、お前はなぜこの世界に来たのだ。思い当たる節があるだろう。この世界に呼ばれるということは何か現実に不満があったのだろう。それを思い出せ。は？マジで？おかしいな。アリアちゃんはこれでいけたって聞いたのに。いやいや、思い出しているはずだ。キーの姿とあの電車が見えたのだから。何かお前の身に変わったことが起きただろう。それだ、それこそが現実のお前だ。キーがこの世界に開けた穴から現実が流れ込んだ。それはお前の中に夢という形で現れたのだろう。現実を見つめろ。逃げるな人間。キーには難しいな。わからんな。お前はどうしたいんだ。さっきよりいい顔しているじゃないか。いいか、キーには難しいことがわからん。人間はくだらないことで悩みすぎだ。だが一緒に暴れてやることはできるぞ。そのストレスキーが爆発させてやる。 Are you ready? Go!シャバの空気はうまいな。うまくいったじゃないか。
さすが、キーが目をつけただけのことはある。あー、子供だって言いたいのか。もう物理的に殴れるんだぞ、こっちは。その姿はお前の心の形。この世に二つと同じもののないお前だけの力、カタルシスエフェクトという。さあ、反撃の時間なのだ。お前の心の力、バチコーン見せつけてしまえ。キーも手伝ってやる。行くぞ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。加減はなしだ。マリオネットみたいに強制的にコントロールされた一般人だ。その能力、カタルシスエフェクトによってこの世界の管理者との糸を切られたような状態だな。まあ、じきに目を覚ますだろう。ど、さすがに無理させすぎたか。とりあえずここを離れ。おい、阪神頑張れ。ざっと数十体だ。いけるいける、大丈夫大丈夫。よっぴー。
おい、こっちだ、捕まれ。お、早く行くぞ、ハシ。後で説明しろよ、お前。はいはい、どういたしまして。駅で見たお前がおかしかったから心配してやってきたらこれだよ。なんだっつーのよ、あの化け物の大群は。おお、いい友達を持っているな。そこのお嬢ちゃんもだぞ。なんで浮いてんだ、ふざけんな。キーはキーだ。そうかよ、僕はのときんだ、よろしく。うむ。スリル&ホラーに。ギーよ、駅に向かってくれ。そこにいい隠れ家がある。説明もそこでしようではないか。オーケー、救出、化け物、隠れ家ね。正直ちょっと燃えてんぜ、僕は。なんだこの趣味の悪い車両、見たことないぞ。えい、乗れ乗れ。ママくつろいでくれたまえよ、人間たち。あのさ、キーって言ったっけ。なんとなく流れから人間じゃないんだろうなってのは分かってんだけど、そろそろ説明してくんない。ああ、キーはバーチャドール、バーチャドールミューの後継作、子供にあたる。バーチャドール、リグレットと一緒ってことか。あんなまがいものと一緒にすんな。いや、ミューは昔好きだったけど、キーのことは見たことないけどな。そりゃそうだ、世に出てないもん。キー、母が世間から嫌われてしまって会社はてんやわんやでな。キーは発売中止になった。それはなんつうか。だから人間の歌を歌ったのもさっきが初めてだし、人間の気持ちなんてまだよくわからんのだ。正直あんまり興味ないからいいんだけどな。まあいいや、とりあえず状況がつかみたい。この電車は安全なんだな。うん、この電車はキーのものだ。リドゥに入ってくるときに実体が保てなかったのでな、この電車を乗っ取るのが限界だったのだ。しかし電車を乗っ取ったはいいものの、ぐるぐる路線を回るしかできなくてな。この超絶アウェイの世界で実体を持つためには適当な人間の体乗っ取ってリソース使わせてもらう必要があったのだ。そう、助かったぞ、のこのこ入ってきてくれて。テンション下がってる。あー、でも違うぞ、誰でもいいわけじゃないんだぞ。半身は選ばれし人間なのだぞ。現実に気づいているものにしかキーの姿も見えないし声も聞こえない。この電車すら見えないはずだ。事実、この数日ホームに停めていても電車を認識できたのは半身だけだったわけだし、すごく助かったんだ。正直寂しかったし。あのさ、巻き込んで悪いなと思ってないわけじゃないんだ、ちょっとだけ思ってる。でもこんな世界帰った方がいいわけだし、むしろ感謝してほしいとも思ってる。オンリーワン、もともと特別なオンリーワンなんだ、阪神は。
お前じゃなきゃダメだったんだ。ナナ、うっさいな。今半身を慰めてるんだ。人間のメンタルは繊細と聞いている。僕も見えてるんだけど、キート、この電車。本当だな。最近悪い夢見た？見た。ごめん半身、お前じゃなくてもよかったかも。ああそうなんだ、了解。また連絡するわ。じゃあな俊介。学校は全然騒ぎになってなかった。あんだけ派手にやらかしたってのに。リグレットとかいうまがいものが母の作ったメビウスをパクってるなら当然の話なのだ。この世界にとって都合の悪い事実は住人に認知されることはないのだろう。気づけるのはここが現実でないと気づいた人間と、にっくきリグレット側の人間。リグレット、そしてあやつに楽曲を提供している楽師と呼ばれる不届き者どもだな。みんなの憧れオブリガードの楽師もただのアーティストじゃないってか。まあキーの話自体は理解したよ。つまり今いるこの世界は現実じゃなくて夢みたいなもんだって言いたいんだろ。そんでもって今の僕のこの姿は現実で僕が望んだアバターみたいなもんだと。現実の僕はこんな姿をしていないかもしれない。そう、そしてお前がこの世界で見た悪夢こそが現実のお前の状況ということだ。夢の世界の中で見た夢が逆に現実ってことね。あーなるほどね、そういうこと。ずいぶん頭が柔らかいな銀。気に入った、キーポイントをあげよう。そりゃどうも。まあ正直半々ってとこだな。マリオヘッドとやらの姿は見ちゃってるし、真っ向から否定するのも難しい。ということで銀、我が半身とともにこの世界をぶっ壊して現実に帰ろう。あ、いやそれは保留で。あー、なんで。ここにいる人たちはみんな幸せにやってんだろう。僕も多分現実に戻るよりも何も知らないふりでここで暮らしている方が幸せだと思うしね。違うぞ銀、たとえ理想通りだとしてもここは現実ではない。こんなところにいても何の解決にもならないのだ。母も言っていた、メビウスのやり方は間違っていたと。キーたちバーチャドールはみんなを元気づけ。いやいや、間違っていようとなんだろうと、そういう魔法があるなら飛びつくしかないんだよ人間は。現実じゃどうしようもない問題ならなおさらな。間違ってたなんて勝手に結論付けられてもいまいちピンとこないんだよ。キーのママには悪いけどさ。キーポイント没収。そりゃ残念。そこんとこお前はどう思ってんの。そっか、強いなお前。僕もそれが正しいんだろうなとは思うぜ。ま、安心してよ。クラスメートが死ぬとこは見たくないし、できる限り協力はするからさ。のらりくらりと逃げ切らない男め。人が気にしてることズバズバ言うんじゃないよ。なんだ。通行止め？ここら辺は沖玉駅のあたりか。それしかないかな。駅からシステムにアクセスすれば解除できるはずなのだ。ほう、
クワクしてきた。地味に夢だったんだよな、線路歩くの。うわぁ、急にうっさいな。なんで歩くくらいでバッキバキにテンション上げてんの。分かってねえな、線路なんてなかなか歩けないんだぜ。しかも夢の世界と知ったら心置きなく歩けるわけだ。おう、ちょっとな。男なら憧れるもんだろ、電車とか新幹線とかさ。もらえるもんはもらっとけい。ようやく着いた。銀、満足したか。最高だったわ。最高だったけど、なんでお前が得意げなんだよ。言われてみれば、平日の昼間とはいえ人がいなさすぎるよな。はいはい、ちょっと失礼するよ。なんだ。いや、もし上に管理者たちがいたら木の姿見えちゃうから。同化してるだけだけど。
予告なしで見るには怖すぎる光景なんだよ。ウェイウェイ、鳥も邪魔なロック解除しにさっさと上に向かっちゃおうぜ。イメージ変わるからやめてやれよ。禁止になってる。今日この駅お休みなのか？駅に定休日はないはずだけどな。変な感じ。場合によっちゃ一旦ここを離れた方がいいかもしれんな。あの電車置きっぱにしてていいのか？うん、あの路線使われてないし普通の人間に見えないからしばらく大丈夫なはず。じゃあ一度外へ出た方がいいかも。立ち入り禁止の駅でうろうろしてるなんて見つかったら怪しすぎる。このみっけ。なんだ。止まれ怪しい者たちよ。なんだこいつは。マキナだよ。話してたオブリガードの学士。こいつがリグレットの曲作ってるやつ。いやどう見ても。いやロボットだけどそういうものなの。学士でありながらリグレットの護衛をしてる無敵のサイボーグで。いや待てよ、何言ってんだ。僕どう考えてもおかしい。ロボットが学士、サイボーグってなんだよ。ふざけてる。それがリドゥの認識の修正力だ。目覚めてよかったな。ほう、貴様ら興味深い話をしているな。驚いた。怪しげな動きをする住人だと思いここで待ち伏せしていたのだが、まさかここが現実じゃないと気づいている奴がいるとはな。これも世界のほころびのせいか。これで確定か。キーの言ったことは本当だったってわけね。まだ疑っていたのかお前。リドゥの安寧を乱す可能性のある由々しき事態だ。リグレット様が悲しまれる。答えろ。貴様らが現実に気づいたのはリグレット様とは別のバーチャドールのせいか。バレてんじゃねえかキーのこと。仕方がない。聞けオブリガードの学士よ。キーの名前はキーだ。正真正銘正当なバーチャドール。貴様らの世界を壊しにやってきたぞ。戦うぞ我が半身ゴーラ。なるほど。貴
様らに放ったマリオヘッド数体が倒されていた。何かしら戦う手段があるのだろう。戦闘で私を退けられると思って姿を現したのだろうが、これで実力差は分かったか。半身、勝てそう？私と一緒に来てもらうぞ、バーチャドール。そこの人間二人は見逃してやる。バーチャドールから離れ黙って暮らしていれば、じきに全てを忘れるだろう。全てを忘れる、忘れられる。本心！何のつもりだ？キーはこの世界に存在するためにこいつの体を借りている。こいつと離れることはできない。なるほど、どこまでも不完全だな。いいだろう、お前も来い。身の安全は保証できんがな。おい、大丈夫なのかよ。うむ、心配ない。敵の本拠地に突入できるのだ。好都合というものよ。そんなわけねえじゃん。震えてんじゃん。どう考えても僕を助けるためだろ。捨てていいのかよ。すくむなよ、足。男なんだろ。男ってのはここで戦うもんだろ。なあ、のとぎ、なあ！黙ら。もらうよりも先に攻撃ぶち込んじゃったよ。まだ帰るかどうかの結論も出してないってのにさ。とりあえず今あのメカ太郎とまともに戦うのは危険だ。一旦逃げるのだ。と言っても入り口塞がれてんのか。メトロの矢の破線目指そうぜ。あの線路、地下から一瞬地上に顔出すところがあるから、そこから脱出できると思うよ。銀ってもしかして鉄オタってやつ？バカ、男の子はこういうのが好きなんだよ。わかってねえな。マキナの曲だ。逃がすつもりはないって感じかね。逃げ切ってやろうじゃんよ。マリオヘッドだっけか。耳障りなまがいものの歌のせいだ。
だな。駅員がデジヘッドに変えられてるんだ。そう、あれはデジヘッド。リグレットの歌の力で暴走しちゃってるだけ。ややこしいな。おい、簡単簡単。マリオヘッドは学士に直接コントロールを奪われている住人だから意思なく襲ってくる。デジヘッドは歌の力で勝手に暴走してる住人だから意思ありで襲ってくる。どっちにしろ襲ってくるんかい。でも大丈夫、こっちは二人とも戦えるわけだし、キーもサポートする。いけるいける。まあマキナ相手にするよりかはマシか。もう武器が出てきた瞬間にな、なんつうかいろいろ腑に落ちたわ。僕がなんでこうなのか。あ、そっか、銀次も現実の記憶戻ってるんだ。なんだった、鉄道オタクだった。いやいや、言うわけないだろ、デリカシーのかけらもねえな。けー、ほんじゃま矢の破線とやらを目指していきますか。全力で行くぞ。手加減はなしだ。ほら、全力で行くぞ。手加減はなしだ。当たれ！うつろな棺。全力で行くぞ。ほらよ、銀、無事か。おお、燃える戦いだったぜ。もらえるもんはもらっとけい。準備はいいか。おう、任せとけ。手加減はなしだ。
届かずに朽ちてゆくその日が息を止めて全力で行くぞ。ほらよ、手加減はなしだ。全力で行くぞ。しまおうぜ。手加減はなしだ。任せとけ。ほらよ。全力で行くぞ。僕の番だな。手加減はなしだ。当たれ！みんなお疲れ様。のみっけ。全力で行くぞ。任せとけ。ほらよ。手加減はなしだ。止めてそのまま
僕の番だな。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。ほらよ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。全力で行くぞ。僕の番だな。当たれ。手加減はなしだ。みんなお疲れ様。任せとけ。全力で行くぞ。ほらよ。手加減はなしだ。僕の番だな。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。ほらよ。全力で行くぞ。僕の番だな。もらえるもんはもらっとけい。今のうちにやっちまおうぜ。任せとけ。手加減はなしだ。ほらよ。全力で行くぞ。僕の番だな。当たれ。手加減はなしだ。
かせとけ。ほらよ、ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。この世界を壊すもの、逃してなるものか。沖玉駅のシステムにアクセスしているようですが、何かありましたか？異常なし。警備システムのメンテナンスでアクセステストをしているだけだ。ふん。あまり勝手な真似はしないように。ただでさえ今はバグの件で過敏になっているのですから、リグレット様に不要なストレスを与えてもらっては困りますね。わかっている。すべてはリグレット様のためだ。わかっているならよろしい。では。目ざとい男だ。本当にリグレット様の役に立つのは誰か証明してやるよ。全力で行くぞ。僕の番だな。手加減はなしだ。任せとけ。全力で行くぞ。ほらよ。手加減はなしだ。僕の番だな。ささっと火やっつけちゃってよ。すみません、よくわかりません。全力で行くぞ。任せとけ。ほらよ。手加減はなしだ。僕の番だな。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。ほらよ。銀、無事か？おお、燃える戦いだったぜ。
のみっけ。もらえるもんはもらっとけい。今のうちにやっちまおうぜ。全力で行くぞ。僕の番だな。当たれ。手加減はなしだ。任せとけ。ほらよ。うちの女子だな。マキナのやつ立ち入り禁止にしたんじゃなかったのかよ。こんだけガンガン音楽鳴ってるのにデジヘッドになってない。罠とかそういうのは考えないわけ。よかった、私以外にも人がいたのね。こんにちは、私は編木ささらと言います。立伏学園の3年生です。おう、ご丁寧にどうも。ノトギンっす。僕もこいつも2年生っす。後輩なのね。今後ともよろしくお願いします。なんか変じゃないこの先輩。今日は体調が悪くて学校をお休みしてたのね。病院に行かなきゃと思ったの。電車をずっと待ってたんだけど全然来なくて。どんくらい待ってたんすか。2時間くらい。おい、やばいぞこの先輩。せっかくお知り合いになったんだし、私のことはささらって呼んでね。はぁ、あの、ササラ先輩。それで、そちらの女の子のお名前は？木が、見えてる？ということで、信じられないかもしれないけど、この世界は間違ってて、現実に帰らないといけないわけだ。ああ、そうなの？じゃあ現実に帰らないとね。違う！ちゃんと現実を見つめて現実で生きないといけないのだ。うんうん、そう思うわ。帰りましょう。いやいや、リドゥという世界は間違って。先輩、キイちゃんの言う通りだわ。何でも叶う理想の世界なんて間違っているもの。いや、そうなんすけど、飲み込み早すぎるわ、決断早すぎるわで。ちょっと、ここで願いが叶っても現実で何か変わるわけではないんでしょ。だとしたら早く現実に帰らないともったいないよ。いや、そんな簡単じゃないから僕だって散々迷ってるわけで。ササラー、あらあら、分かってくれて何よりだ。そうだよな、そうだよな、リドゥ間違
かってると思うわ。最高、ササラ最高。なんだっつんだよ。こっちの気も知らずに悩んでる僕がバカみたいじゃんか。バカなのかな。おい、とりあえずササラ先輩連れて目的地目指そうぜ。あ、そうだった。ササラ、細かいことは歩きながら説明するな。先輩もそれでいいすか。ええ、もちろん。とりあえずここを出ればいいのね。ついていくね。僕の番だな。全力で行くぞ。手加減はなしだ。まだ任せとけ。もうお休み。戦闘終了。ご苦労である。いいもの見っけ。準備はいいか。おう、任せとけ。全力で行くぞ。僕の番だな。当たれ。手加減はなしだ。任せとけ。全力で行くぞ。僕の番だな。手加減はなしだ。当たれ。戦闘終了。ご苦労である。Thank you.
せとけ。全力で行くぞ。サポートするよ。僕の番だな。手加減はなしだ。せいよっと、もう毎日だ。見たかよ。全力で行くぞ。手加減はなしだ。任せとけ。ほらよ。全力で行くぞ。僕の番だな。手加減はなしだ。任せとけ。全力で行くぞ。ほらよ。手加減はなしだ。キー、どうだった？いい感じだったと思うぞ。もらえるもんはもらっとけ。見つかった。ヘイキ、ささっと敵やっつけちゃってよ。すみません、よくわかりません。全力で行くぞ。僕の番だな。当たれ。手加減はなしだ。相手が悪かった。全力で行くぞ。任せとけ。ほらよ。手加減はなしだ。僕の番だな。全力で行くぞ。当たれ。エイキー、今のバトルの感想は？とっても最高です。見つかった。さあ始めよう。手加減はなしだ。任せとけ。ほらよ。
全力で行くぞ。キー、どうだった？いい感じだったと思うぞ。今のうちにやっちまおうぜ。僕の番だな。手加減はなしだ。全力で行くぞ。任せとけ。戦闘終了。ご苦労である。僕の番だな。手加減はなしだ。ほらよ。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。当たれ。相手が悪かったな。いや、そこ通らせてもらうよ。僕の番だな。全力で行くぞ。手加減はなしだ。任せとけ。全力で行くぞ。当たれ。キー、どうだった？こんなに大きくなって。さっと敵やっつけちゃってよ。すみません、よくわかりません。手加減はなしだ。ほらよ。全力で行くぞ。任せとけ。当たれ。手加減はなしだ。まだバグが。はっ。全力で行くぞ。僕の番だな。ご苦労である。
いいものみーっけ。任せとけ。世界はどちらだろうか。目を背け死神に飼われたのは手加減はなしだ。高さを持て生やす頃悪路は当たれた。消えろ。結末思い出せ。全力で行くぞ。あと何許された時間か。あと心が冷たい。あと何秒だろう。僕の番だな。ほらよ。手加減はなしだ。任せとけ。全力で行くぞ。なるほど、マキナちゃんっていう学士に追われているのね。そうっすね。この駅が立ち入り禁止になってたのも多分僕たちを追い詰めるためっす。立ち入り禁止になってるの？あ、あれ立ち入り禁止っていう意味なの？なるほど。私英語全然ダメなの。日本語で書いたらいいのにね。やっぱ先輩ちょっとヤバそうだな。そのマキナちゃんとは仲良くできないの？お話しすれば分かってくれるかもしれないよ。まあ無理だろうな。明らかに殺す気満々だったし。そうなのかな。相手が何を考えてこんなことしてるか理解すれば分かり合えると思うんだけどな。そうかな。相手も人間なんでしょ？人間。確かに相手も現実では人間ってことだよな。マキナも。うん、そのはずだが。始めよう。手加減はなしだ。僕の番だな。ほらよ。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。当たれ！みんな、お疲れ様。一気に片付けよう。僕の番だな。朝を迎えるのは、あと何許された時間か。あと心が揺らされるのは、あ
と何秒だろう。全力で行くぞ。ほらよ。手加減はなしだ。任せとけ。あれ、全力で行くぞ。手加減はなしだ。僕の番だな。ほらよ。戦闘終了。ご苦労である。もらえるもんはもらっとけ。全力で行くぞ。任せとけ。誰？手加減はなしだ。僕の番だな。全力で行くぞ。ほらよ。ヘイキー、今のバトルの感想は？とっても最高です。そこ通らせてもらうよ。任せとけ。手加減はなしだ。全力で行くぞ。銀、無事か？おお、燃える戦いだったぜ。手加減はなしだ。僕の番だな。ほらよ。終わりだ。任せとけ。全力で行くぞ。サポートするよ。
僕の番だな。手加減はなしだ。ほらよ。任せとけ。全力で行くぞ。当たれ。まだバグが。手加減はなしだ。僕の番だな。まだバグが。ほらよ。全力で行くぞ。任せとけ。手加減はなしだ。エイキー、今のバトルの感想は？とっても最高です。おっ、いいもの見っけ。侵入者よ、無駄な抵抗はやめて降伏しろ。バカだな。降伏したら殺されるのが分かりきっていて逃げない奴がいるか。身勝手なお前の存在自体がこの世界の住人を不幸にしているのだぞ。知ったことか。このままいたら本当に不幸になってしまう。夢から覚めればみんな感謝してくれるはずだ。本当にそうかな。お前はそうでも、お前に巻き込まれた人間は心から同意しているのか。マキナちゃん、なんであなたはロボットなの？はあ、キイちゃんの言うことが事実なら、あなたも現実では人間なのよね。ああ、そうだ。リグレット様の力は強大である。私を望み通りの機械生命体にしてくださった。マジかよ、やっぱ人を機械にもできんのか。母だって人を人形の見た目にしたことあると聞いたことがある。私たちは現実に帰りたいと思っているの。そのためにはマキナちゃんがなんで機械になりたいのか知る必要があると思うの。ササラ？マキナちゃんの望みって現実じゃ叶わないことなのかしら。話し合うことで解決するんじゃないかな。そもそも現実に帰るなど許されない。リグレット様の作る幸福に従っていればいい。機械になりたい、それ自体が私の望みだ。現実にいてはできないことだろう。ロボットのどこが好きなの？かっこいいところ？それをお前に話す必要がどこにある？まあまあ、そんなこと言わずに。共感できたら逃げたりしないかもしれないし。ほんとすげえなこの人。死なないことだ。死なない？
永遠の命、人間誰しもが望むことだろう。朽ちず老いず美しいまま、リグレット様と同じ尽きる命だからこそ、リグレット様は素晴らしい。そして奇跡の力をもってして私にこの体をくださったのだ。キイちゃんもバーチャドールだけど。そうだぞ、キイもバーチャドールだぞ。かわいいぞ。何か違う、そいつからは知性を感じない。あー何を、キイという本物よりもリグレットなどというまがいものを支持するのか。まがいものだと。まがいものの用意したガラクタの体ではまともな判断ができんのか。ガラクタ、何が永遠の命だ。子供じみたこと言いよって、人間はしばらく生きて死ぬものだ。お前リグレット様を、僕をバカにしやがって。絶対に許さないぞ。せいぜい逃げるがいい。どこまでも追いかけてやる。時間の無駄だった。確信したぞ、お前らは害悪だ。相当怒らせちゃったな。追いつかれる前に早く行かないと。どうしたササラ。いや、マキナちゃんの言ってたことが気になって。何を気にすることがある、ただのリグレットオタクの主張だろ。あとキイちゃん、ガラクタとか言っちゃダメ。人が大切にしてるものをバカにしちゃダメなんだよ。だって敵だし、悪いやつだし。敵でもダメ、自分が正しいと思ってるならなおさらそういうことはしちゃダメ。何が大事かは人によって違うんだから、理解できないからってバカにしちゃダメ。